日本大阪府大阪市何枠元町元町は大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は元町1丁目から元町3丁目。何枠の中央部に位置し、東に南波中、西に塩草、北西から北にかけて港町、南に敷津西と接している。現な関営年間の新町遊郭開設に伴って、 西成群下南波村の集落を道頓堀川以南へ移転させることになったが、その際に移転集落が形成されたのが当地である。下南波村は1700年に上南波村の飛び地を編入して南波村に解消された。1897年に南波村の全域が大阪市へ編入され南区に所属。1900年に南波元町一の五丁目の町名が誕生した。 1925年に新設された何枠へ転属となり、同時に南馬の干渉を廃した。1980年に東神田町の一部を編入して1から3丁目に改編され、現在に至る。当地に位置する大阪メトロ南馬駅の四つ橋線ホームは、1965年に南馬駅とは別の南馬元町駅として開業した。 両者を結ぶ千日前線ホームや地下街の虹の街が未開業だったためで1970年の千日前線延伸の際に南馬駅に統合、を解消された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。